どこまでだから情報が出るかだけど、じゃあほとんど言ってないよね。今までいろいろ言ったほうがいいと思う。それと僕との違いというのは今日の中でかなり準備できるわけ。できないとしたらあまり変わらないよね。君の準備だから全てが。どう思う？僕は何かできるわけじゃないから、君の脳の中に答えがあるわけだから、その準備がなければ、読めないってことになっちゃうもんね。まあ、結構前から君のことは聞いてたから、じゃあそれだけ時間あるから、準備して、する時間はあるだろうなと。僕はそうは思ってたけど、それほど準備できなかったってこと。準備するための、その、材料として、YouTube 専門ぐらい出してるんだけど、まあ、世界中で見られてるわけだけど、だから普通時間ほとんど取らないから、の中でちょっと読んだときに、あ、これ僕はやらなきゃいけないなというふうに考えて時間を取ったんだけど、君の方にそれぞれの準備があるわけだ。せっかく会って向かってやるのに、できたら1回でいい結果が出たわ。僕はいいと思うよね。それを2回3回、僕は大体そんな数やらないんでね。僕がやるわけじゃなくて、君が自分の中でやることだから、その意味が君が分からないと、それを君が分かるように僕はそれを転がしていくんだけど、転がしていく場合において君の中から情報が出たことで転がすから、それが出てこないと転がせない。でもあえて転がすとすれば、君の情報でないものと転がすことになっちゃうでしょ。とすれば君のものじゃないから、結局君ができないとということになると、今まであちこち行ったのと同じ結果が出るということになるんで、見てきてくださいとっていうふうに言ってるんだよね。僕が技術で治すとか、これが医療であればね、そういうのもあるか分からない。現実はでも医療は治せないんだけど、という中で本当によくしようと思えば気づくこと以外ないんだよね、君がね。その答えは君の中にあるわけだから、それを気づけば、君の中にあるヒントを君は自分で見つけ出すことができるんだよね、っていうヒントを提供したいと。そしてそのやり方をね、それ一回でできるんだよね。 YouTube の中でそんな人いっぱいいるように、まあ、書いてることがね、こんなふうなこと書いてなければ、まあって思うけど、こんなふうなこと書いてるわけだから、じゃあ相当にいっぱい準備する、君の方で準備する必要があるよね。それだけの君にとっての時間もあるし、僕にとっての時間もあるし、またお金もそうだよね。まあ、それだけの価値あるものとして、やっぱり君がどこまで用意できるのかだと思うよね。なんで僕はこういう場をやってるのか、また持てるのかとっていうことの意味があるよね。なんで君の前にこんな顔して座ってるのかと、君が見れば何じゃこいつっていうことになるわけだけど、じゃあ君の前にそういう人間を置くということっていうのは、君の方にまた一つ責任があるわけだけど、君の責任の上においてこの人間を君の前に置いたわけだから、その人間に対して君がどこまで準備できてるのかとということに関しては、君がそういう人間ということを認めたということで、そこに座らせてるんだとっていうふうに言えるだけ、僕のことはじゃあそこまで知ってるのかということは、僕は一応確認しないと、そこまで知られてるのかとということの中で、じゃあどこまでできるのかというのになると思うんだよね。君が今まで会ってきた医療者とは全く違うんだよ、僕は主人がね。病気症状が悪いと、それが治そうなんていう気は全くないから、病気症状はあくまでサインであって、それは何らかの意味があるまで、意味があるであって、なくすことに意味はないですよ。それよりもそれを起こしている意味があるわけだから、その意味を知れば、それはしばらくあった方がいいと。家に考える場合もあるし、それはずっとあった方がいいと。それは自分の特徴だと。自分がいるのとそれがあるのは一緒なんだというようなものも出てくるし、だからあるって考えるのは医療の医学の考え方だね。で、このところに来て良くなる人は自分でやるじゃないというのと、その理由意味ですよ。それをいっぱい自分で知らないと、その知る方法を僕は指導するわけね。で、自分で知るとそれはチャンス以外の何もでもないんですよ。悪いものでも何でもないわけ。悪いものは君につくことはないですよ。みんな君にとって必要なものですよ。それどういうふうに必要なものにできるかどうかが君にかかっているのに、だから直そうという、僕はそう動かないんでね。
それよりも一体それは何なのかということを考えることをスタートした方がいいよと。君はこれから生きてる限りまたまたいろんな病気症状あるよ。これが一回やってそれっきりなくなるというものじゃないよ。これから生きてる間いろんなものが来るよ。そのためにそんな人を探してそんな治療したらキリがないね。それは不利ですよ。そうじゃなくて早い段階で一旦そうやってなるということを知った方がいいです。だから人の役に立つことをしたい。